意図しない挙動だから、まあ、削除するのか残すのか、ね、8割ぐらい消されるかなと思う。まあこれ修正してほしいね。てか死ねる死ねる死ねる。そうやね、久保は名古屋で、結構アルカップは久保ん家に行って練習させてもらってて、あざっす。ちょっと休憩。久保は同い年かな。あ、久保ありがとう。若手だね。久保田エスケープの考案者です。あれね、張さんがエボ前に配信でやっちゃったやつ。いや、俺だってその久保田エスケープの現場にいたから、その久保がすごいの見つけたって言った時に俺もその場にいた。てか久保んちで聞いたし、そう当時久保田エスケープっていう、いや久保はなんかあのめちゃくちゃこう強い行動とかシステムとかを見つけるのがめっちゃ得意で、なんだっけ、暗転返しか、なんか これで言うこのスパコン SA を打った時にこれ暗転入るじゃん。暗転中に確か波動とアシストボタンかな、なんかアシスト特殊な操作するとなんか逃げれるんだ、エスケープできるんだ。だからあのバージルの幻影剣つって、あの体の周りに剣まとうやつで、なんか無責任発動して表裏たくってくるみたいな技があるんだけど、それをなんかそのやり過ごせる。あとあのモリガンの分身するやつとかあるじゃん、あれとかも出された時にそれ入力すると一瞬外に逃げてちょっと時間を潰せるみたいなエスケープ、それをなんか見つけて、エボ多分エボの1ヶ月前とか何週間前に見つけて、えこれやばいってなってエボで使うぞっつって、ここだけの秘密なっつってたんだけど、張さんがエボの前夜祭みたいなんで使って、それを見てたマーリンパイが、マーリンパイってそのアメリカ勢でさ、あ日系のアメリカ勢なんで、まあ、日本語も喋れて、まあ、彼もそのすごい研究得意なプレイヤーで、あれっつって、おかしいぞっつって、え今なんか挙動おかしかったよなっつって、でマーリンパイが多分1日で解析して見つけたという事件が、古き良き時代ですね。よくは言え、なんでよ、今なら即修正。いやでもやっぱ昔のゲームってそのバグもゲームの面白さなんですよ。昨日も言ってたけどその話、あ例えばこれ今バグあるんだけど、分かりやすいので言うと、リリーがこれコンドルスパイアじゃない、コンドルダイブ、これ前ジャンプと垂直からしか出せないんだけど、本来なんか特殊な入力するとバックジャンプからも出せるっていう、これバグなんですけど、これバグなの、コマンドリスト見て、コンドルダイブ、垂直ジャンプオア前ジャンプ中オア OD トマホークバスター中に、垂直ジャンプオア前ジャンプ中にって書いてるけど、バックジャンプから出すんですよ。これをまあ意図しない挙動だから、まあ、削除するのか残すのか、ね、まあ昔のゲームなら残ります、これ。でも多分、まあ8割ぐらい消されるかなと思う。まあちなみにこれが、まあリリーが今そんなに強いって言われてないからあれかもしれんけど、まあこれが最強キャラについてたら、おい削除しろっていう声なんだけど、まあ多分今世間の声は、まあ別にいいんじゃねっていう声が多数だと思う。出ちゃうと強いの。まあ出ないよりは出る方が強い。ただ別にこれが出たからといってめちゃくちゃ強いわけではないから、まあ全然残していいとは思うんだけど、まあ消されるだろうね。剣も竜巻出させてくれよ。いや別にいらねえな竜巻、垂直から出させてほしい。垂直からこの軌道で落ちていってほしい。こっからこの軌道になってほしい。ちなみにスト5の剣のベータ版はスト5ベータの剣は垂直から EX 竜巻できたし、弾を垂直でかわして竜巻ってできた。剣いいじゃんと思ったけど、まあ消されて。スト
スト4初期の逃げ竜巻みたいなのはもう実装されない。逃がさん、逃がさん。でいや、スマブラじゃん。スマブラならいいよ。スマブラ出ようとしてるルーク。次の横 B ならいいよ。これで崖捕まるんだったらいいけどさ。ラシードの三角飛びの布石。いや、ラシードはちなみにあのスキル2持って絶対出てくるよ。みんな震えといた方がいいよ。まあまずスキル2あるだろう。そうなんですよ、5のスキル1スキル2を結構受け継いでるから、まあ、例えばこういうサプレッサーとかさ、なんか技になってたりするのよ。まあ一応なんかチャージ系は、まあ、ジャストになるのかな。ジャストが一応なんかチャージの扱い。確かにでもチャージあってもよかった。まあ剣だと粉塵とか、まあ劉備がスキル2っていうとちょっとあれだけど、まあ本田もそうじゃん、猫魂とあの光五光。チュンリーも破山と、上上がるやつはねえな。ガイルもあれあるじゃん、ブレイド。モダン操作の時にコマンドができてしまった状態でつかみ同乗しボタンでオーディ技が出てしまうのは仕方ないでしょ。ごめんなさい、俺ちょっとあんまねモダンをそこまで使ってないから、モダンの仕様クラシックは結構9割型分かってんだけど、モダンはちょっと分かってないから。つかみ同時ボタン、投げは同乗しだね。オーディ技、あ本当だ。え、でもこれってさ、クラシックはどうだ、クラシック投げれる、あクラシックは投げられる。あーそうだね、これはしょうがないっす、使用です。暴発して困った、これ確かに暴発するね、確かに暴発すると思う。投げ抜けは入ってないでしょ、さすがに。入ってたら強すぎる。いやさすがに、さすがに入って、投げボタンってあるんだっけ設定で。でも投げボタンも結局あれか、弱中入力なんか。投げてないな。弱中入力だけか。あー、これ、修正してほしいね。てか、投げボタンって作ってもいいよ。ボタンが足りねえな。ルークならアシスト同時すれば思います。ルークアシスト同時、うん。その入力自体がもうややこしい。え、ルークは出ない。なんで？なんで？あ、技による。なるほど。これは、いやでも OD がな、実際この2つ押しだから、逆に、投げが出たらそれはそれで困るよね。お、OD 勝利を出そうとしてんのに投げが出たら困る。だから結局、その、狙った技が出ないってことだから、狙った技が出なかったり、暴発の要因だから、まあこれちょっと修正してほしいね。まあ、投げボタンをつけるが一番丸い気はするけど、ただそうするとボタンが若干足りないな、8ボタンだと。まあパッドの人ならまああれだ、絶妙に足りなくなる。ボタンは中京同乗しないとオーディナルするとか、うーん、まあ一つではあるな、一つではあるが、そうだね、OD、 そうだね、 OD が弱強があったりするからな。まあだから、もろもろ考えると投げボタン、そう、投げボタンつけるのが一番丸い。その辺の微調整を考えるなら。なるほどね。いや、モダンはだから、まだあれよね、いろいろ、仕様が、特に俺とかも、長年の経験でさ、クラシックって大体わかるんだ。過去のシリーズもこうだったからこうだよね、とか、前例をもとにさ、ああ、これはこのタイプね、っていう。あこっちのタイプねっていう、あこういう仕様ねっていうので大体こうパズルのピースをね組み合わせれるんだけど、モダンはマジで未知だから、いろいろこういう仕様を聞くと、あへーっていう、知らなかった。